メイズランナー、出演イギホン、韓国ドラマに初出演決定。ハジウォンと共演写真イコールイギホン校。式 IMDB PRO ハリウッド俳優イギホン、キーホンリーが、新ドラマ、プロメテウスに出演する。韓国ドラマ初出演だ。プロメテウス、側は本日、24日、ハリウッド俳優のイギホンが、アメリカ中央情報局の CIA エージェント役でキャスティングされた。彼の出演により、さらにリアルなドラマが誕生することが期待される、と明らかにした。最近女優ハジウォン、チング、パクギウンのキャスティングを決定した、プロ。メテウス、は、9月末の海外ロケを皮切りに、本格的な撮影に突入する予定だ。このような中で、プロメテウス、側が公開した4人目のキャスティングの主人公であるハリウッド俳優イギホンは、映画、メイズランナー、シリーズで、韓国はもちろん全世界のファンから人気を得たグローバルスターである。イギホンは、米国の中央情報局の CIA エージェントフランクリー役を務める。劇中彼は、在米韓国人観光客になりすまし、ハジウォンが扮する国家情報員の対北朝鮮にチーム長チェウンソに近づく謎めいた人物である。プロメテウスが北朝鮮の各科学者をめぐる周辺国の複雑な状況を書くため、韓国系アメリカ人であるイギホンを CIA エージェントにキャスティングしたのは、ドラマのリアリティを高める最適のキャスティングだということができる。イギホンは8ヶ月前にフランクリー役のオファーを受け、韓国ドラマ、出演が初めてとなるため、慎重に検討した末に出演を決心したという。プロメテウスは来年上半期に韓国で放送予定であり、ハジウォン、チング、パクギウン、イギホンに続く出演ラインナップを順次公開する予定だ。